今日新聞にルービー・カーターさんが死亡って書いてありましたね。誰だ？アメリカのボクサーで冤罪で逮捕されてしまった人ですね。これ映画にもなりました。ザ・ハリケーンっていう映画。まあ、2000年ぐらいですね。見た人いるんじゃないかなと思います。ある少年がフリーマーケットで本を取る。その本がルービン・カーターが書いた自分は冤罪だということが書いてる本。その本が出た時はすごく周りは盛り上がったんだけど、すぐに廃れていった。そして何年も経ってフリーマーケットでその少年が本を見つけた。それで少年が本を読む。その時に少年、感動しただけじゃなくて、この人を助けよう。と手紙書くんですよ。それで交流が始まって、最終的には冤罪であったということがわかる。そういう感動の映画なんですよね。そのカーターさんが死亡してました。まあ、ここで冤罪、多くのニュースで取り上げられてます。冤罪の人。ただ、周りから見て、わからないんですよね。本当に冤罪なのか、本当に犯罪を犯してるのかなんて。まあ、ここで、どうしたら冤罪にされないか。ちょっと考えてみました。まあ一番いいのは複数人で行動するのがいいですね。常に複数人で行動する。あまり一人で出歩かない。一人で出歩くときも人通りの多いところを歩く。それがいいのかなと思いますね。まあお金があればできるだけ移動、タクシーを使う。まあそうすれば冤罪になる可能性は低いですからね。事件を目撃しちゃった場合、すぐに110番通報する。周りの人を呼ぶ。それが重要なのかなと思いますね。まあ一人だと証明にならないですからね。だからまあ一番いいのは二人で行動なのかな。まあそんなこと言ったら一人で行動できなくなりますからね。できるだけ明るい時間に行動する。寂しげなところには行かない。そういうところで守れるのかなと思いますね。あのルービー・カーターも一人で飲みに行ってて、それ冤罪になったんですよね。だから一人の行動っていうのが危ないのかな。そう感じました。まあできるだけ一人で行動しない。一人で移動するときはタクシーなどを使う。人通りの多いところを歩く。それプラス時間はしっかり記録する。それがいいのかなと思いますね。店を入った時間、出た時間、まあ時計をちらっと見て覚えとく。しっかり記録を取っとけば曖昧な要素がなくなってきますからね。まあ冤罪に巻き込まれないために一人での行動、気をつけてみてください。